なので、あ、ね、ジンベエとか着られてる方もいらっしゃいますね。はい、でもね、じゃあね、まだ知らない方はたくさんいると思うのでね、はい、私たちの自己紹介をしたいと思います。はい、私たちは沖縄でご当地アイドルとして活動している6人組のピアノパールさんとパケマランドというユニットです。皆さんぜひ覚えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは名前を覚えてもらいたいので自己紹介をします。お月様から来た小さな怪獣、ピラノパールス11歳のチキです。よろしくお願いします。小さいけれど負けません。ピラノパールス11歳のカナです。よろしくお願いします。イエーイ。いつもみんなを困らすわがままダイルスこと、ピラノパールスの12歳のサイカです。よろしくお願いします。リンゴと餃子が大好きな15歳のパケマランドのシーナです。よろしくお願いします。はい、学ぶことがいっぱいの16歳のパケマランドのシーナです。よろしくお願いします。イエイイエイ。はい、身長は誰にも負けない14歳パケマランドのダリルです。よろしくお願いします。ピラノパールスはチキン、サヤカ、カナのちっちゃい妹チームです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピラノパールパッキマランドはメリナ、ヒナの、セイナの中高生3人のお姉ちゃんチームです。覚えてくださいね。覚えてくださいね。それでは次の歌は夏ソングです。聴いてください。ワン、ツー、スリー、恋が始まる。Yeah.
夏らしく可愛い曲だったんですけどね、はい、どうでしたか皆さん、どうでしたか、よかったです、はい、でね、続いても、はい、もう夏の定番みたいな曲でも皆さんね、絶対知らない方はいない夏の歌なので、はい、皆さんぜひ一緒に歌って盛り上がってくださいね、イエイ、盛り上がってくださいね、はい、ありがとう、これも使うよ、タオル持ってる方はぜひ、あ、そうそう、ぜひ一緒に見てくださいね、タオルの方で皆さん持ってる方ね、ぜひ振り回してね、一緒にね、はい、頑張ってください、よろしくお願いします、はい、お願いします、それでは、次の曲いきましょう、聴いてください、ナナトラジリー、キューティーブルだけでいいかな、気づくよね、はい、これね、
新しく私たちのグッズ販売に新入り君です。はい、はい、タオルがなんとできましたよ。ピラピラオリジナルタオルが、はい、なんか昨日からね販売開始してますので、そして、はい、ライブが終わった後あちらの方でね、この販売と、はい、CD だとグッズ販売を行いますので、はい、皆さんそちらもどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、はい、でもこの夏はね、はい、これをひとしきり振るので、はい、そう、これを使ってね、バスなどをね、暑い夏を乗り切ってください。はい、はい、ということでね、一番前のですね、一番前持ってる、そう、うちわもね、使ってね、はい、この夏はね、はい、楽しくね、楽しく、はい、はい、ってことでね、次の曲もね、なんてね、このピラノパールスがね、はい、かわいいね、はい、この曲は本当にね、このピラノパールスに超かわいい曲なんだね。そう、ペンキパールスかわいい曲なんだね。この曲もね、皆さん、はい、楽しんでください。はい、はい、じゃあ準備できたかな。はい、OK、はい、です。頑張ります。それでは次の曲聴いてください。パラリーラのリちゃんは、はい、ずっとピラパラパラピラノパールさんのパッ
キャマランドのパッキャマランドでやれますようにっていう願い事。おばあちゃんになっても、おばあちゃんになっても、おばあちゃんになってね、パッキャマランドきついね、ちょっとおばあちゃんなんだよね、怖い。でも歌おうよ、ね、おばあちゃんになっても、ね、そうです、おばあちゃんになっても歌います。はい、歌います。はい、せやちんは、せやかはね、宇宙一のアイドルになるなるように頑張ります。夢は大きいでしょ。夢は大きいけど、夢は大きいだよ。いいね。じゃあセナは、セナはね、はい、まあなんだろう、まあね、ピラパをね、見てくれた方がね、まあなんていうんだろう、笑顔になれたり幸せになれたらいいなと思いますし、ファンの皆さんがね、はい、幸せにいてくれたらさん嬉しいなと思います。それを願っています。すごいこと言うじゃない。いいこと、いいこと、楽しみになってますからね、皆さん。はい、じゃあ、じゃあもうね、ひなのはね、はい、世界平和ですね。あ、そうなんだ。やっぱりね、世界が平和で、こちらのパールさんとバキャマランドのバキャマランドとして歌い続けることができたらいいなって思いますし、平和で皆さんが笑って毎日を過ごせたらなって思います。どうですか皆さん、千年よりいいこと言いましたよね、絶対。よろしくお願いします。はい、ね、そしてね、なんとね、はい、明日はね、なんと、なんとこの大きいお姉ちゃんこと、ネリネリ、ネリネリちゃんが、ネリネリちゃんがね、明日なんと誕生日なんですよ、皆さん。おめでとう、ネリネリおめでとう。15歳ということで、じゃあ皆さん、ネリちゃんにハッピーバースデー歌おうか。はい、はい、いくよ。せーの、ハッピーバースデー to you、ハッピーバースデー to you、ねりちゃんの抱負を、はい、今年の抱負はですね、はい、あのずっと1年間笑顔でこうのほんと楽しく毎日過ごすことができたらいいなと思ってます。そして、はい、日本一背が高いアイドルを目指して、今年もいっぱい苦しいも取って身長を伸ばします。頑張って頑張って頑張って。ちゃんの身長差なんだっけ。32cm。 まあ、ちょっとすごい感じでね、大人気なのですけどね、お姉ちゃんもね、15歳もね、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、はい、ということでね、そしてね、話がガラッと変わりますが、はい、なんと私たち5月23日デビューシングルボリューム1出ました。イエーイ。沖縄県内の CD ショップにて500円で販売しています。そして今日もあちらの方で、あちら、はいはい、CD 販売のグッズ販売を行いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてね、今日はそのボリューム1の中から